2週間の旅行も明日が最後です。ここは沖縄県那覇市、そのすぐ目の前にここに確か県議会議事堂かなんかがあるんじゃないでしょうかね。那覇市役所とかそれから沖縄県何でしたっけ忘れちゃいました、県庁かそういったものもいろいろ並ぶ那覇の中心部です。で今日はねちょっといろいろありまして朝起きるのはそんな早くなかったのでそんなに那覇はあちこち見て回ろうという気はないんですが、じゃあ美ら海水族館でも行くかなと。ですね、沖縄県って沖縄本島ってのは大きいんですね。こんなに大きいところだったら知りませんでしたけど本当に沖縄の地理なんて知識は何にもないからね縦に100キロもあるんですよ沖縄県って。沖縄本島か縦に100キロってそれだけちょっとまさか島だろうと思って甘く見てましたがしょうがないんでねこれ自動車かなんか誰か運転できる人を今度連れてきてもらうぐらいのことしか、できなさそうですけど、今回は市内とかモノレールぐらいを見て回れるようなところを訪れたいと思いますんでよろしくお願いします。沖縄県の旗は1972年に復帰をしてからどうもこの日の丸をもじったというか少し変えたようなこのマークになったんだそうですけど、これは日本へ復帰できたことも多分関係しているのかな。あまりあれの意味については私は知らないんですが2つ並んでいる日の丸のようにも見えます。さっきはねそこら辺道にハイビスカスが咲いてましたけどこっちにもなんかこんな感じで何の植物なのか知りませんがもう種もできてるみたいですね。ここで今こうはみ出してます。うちに持って帰ったらうちの亜熱帯ではなく温帯の過酷な環境でも生き抜けるんでしょうか。モノレールの終点首里駅です。これからちょっと歩いたところに首里城があります。地図でいうとこんな感じ、ここからねこう登ってくるところめちゃくちゃ景色が良くて驚いたのなんのという感じでした。ここにこう首里城公園がありまして、首里城はですね沖縄の地上戦で破壊されたんですが、その話しますけどそこにまた新しくいろいろと建物は建っています。もともとここに琉球大学のキャンパスもあったそうですがそれもまた首里城の建物を一部壊して琉球大を建てた後にまた琉球大は別のところもっとこっちの方へですね移転しましたので今琉球大の建物も特には残っていないそうです。見るとですねなんとかとか書いてある沖縄のため尽くせ、これがどういうことなのか分かりませんが琉球大学では結構活動家みたいな方が多いんだそうで京都大学とかそれから国士舘大学とかそういったところと匹敵するほどのそういう活動の多いところなんだそうです。駅前はこんな感じです。普通の町っちゃ町ですけどやっぱりどことなく沖縄風漂います。床もねこんな感じでこうタイル綺麗になって割と最近整備した感じがしますね。2005年ぐらいだったんじゃないかな琉球のグスクうんぬんかんぬんとか言って首里城が世界文化遺産に登録をされたのはそうまたここにも世界遺産があるんですよね。そこら中にあるからだいぶ慣れてきましたけど最近こういうとこが結構ジャングルの香りみたいなのがしてね植物園夢の島の植物園行った時の香りがするよ。びっくりですが首里城公園っていうのは入場にお金がかかるわけですけど有料エリアと無料エリアがあるようでしてここは無料のエリアになっているそうです。沖縄師範学校は後とありますがおそらくは戦前の組織ここにこの門はその当時から残っていたものなのかな。地上戦でここも多分かなり破壊されたんだと思います。お寺があったんですね。入り口のすぐ脇ですけど円覚寺後とあります。しかし後です。現在円覚寺はありません。やっぱりこれもそうですね。猿大戦でほとんど破壊されたと書いてあります。円覚寺伽藍として国宝に指定され、山に生えて荘厳な寺院であったそうです。1492年から3年がかりで建立したと伝えられ、正信と読むんでしょうかね。正信王が、父正応援なのかな、信王さんなのか分かんないですけど沖縄県のねもともと琉球を治めていた、琉球の、王様といえばいいんでしたっけ、正氏がいろいろ治めてたわけです。その王族の方が作りになられたそういうお寺なんだそうです。琉球ってのはもともと清の属国に最後はなってたわけですけど多分仏教の文化っていうのはねどこの経路から来たのか分かんないけどそれは入っててもおかしくはないですよね。本当これはびっくりだというかね私も日本中行ったつもりでしたけど行ってないところがまだ日本にいろいろあるらしいということが分かってここで再認識して喜びを感じざるを得ないような外国に来たような雰囲気ですよね。この門からは入ることはできないようですけどこれが立派な首里城かと。ただここにある建物はさっきも言ったように地上戦でほぼ破壊されましたので今はもうあとは再建したものになっていてここは首里城跡として世界文化遺産に登録されているそうですがあくまでここにある建物が文化遺産のその構成施設としてなっているわけではないそうです。ここにあります赤木の大木と書いてあるんですがその大木自体はもう枯れています。これ分かりますか。見ていただくとねこの辺にこう木がありますけどこれ枯れてしまっているんですね。その木の周りにいろいろとこんな風なものがまとわりついていて歴史を伝えるということですがなぜこの木が枯れたのかといえばこれもまた沖縄戦の日によって焼かれたんだそうです。琉球政府の祈願所ということでここに説明がされているんですが、そういうものが裏に壮大な神殿みたいなのが多分あったんでしょうね。そういう立派なところで、ここに大きなその石門もあるんですがこれもまたご多分に盛るぞというのか分かりませんが沖縄戦によって破壊されて、もともとは国宝であったんだそうです。国宝であったものがかなり多くこの琉球の、琉球といいますか、沖縄県の首里城には、残されておりました。ここからが首里城の正門ということで、これが唯一の正門だと書いてありました。寛解門、ようこそおいでくださいという門です。なかなかね、威厳がある門にしては優しい名前がついていますが、これは真の皇帝というか、皇帝が来たのか分かんないですが、そういう偉い人たちが来た時にお迎えするという役割もあったので、こういった名前がついてるんだそうです。1879年までここには琉球の政府といいますか、その王宮がありまして、正体が最後の王様だったはずですが、ここに住んでいたそうです。79年に琉球政府を廃止してですね、廃藩置県ではないですけれど、それをここで琉球処分というのかな、沖縄県を設置して、そして正体は東京に連れて行かれたということで、沖縄県になりまして、完全に琉球王国は終わりということになったんだそうです。その当時はですね、日本がまだ真の属国であったはずの沖縄琉球を勝手に支配しているみたいな性格もあったそうですが、その後の日清戦争で全て正当化され、現在は領土問題はないということになっています。ただ中華民国、これは台湾ですが、台湾とそれから中華人民共和国、いわゆる中国はそれぞれこの沖縄県の領有権を未だ主張しているんだそうでございます。門の反対側も大変素晴らしい眺めです。さっきのロープウェイじゃないモノレールはもっとすごかったんですけど、水平線越しに沖縄らしい建物を望めます。フランスのモン・サン・ミシェルがこんな感じでしたね。雰囲気はとてもよく似ています。上の方へ登ってきて疲れているということも共通していると思いますけど、この広場はですね、そこに券売機があって、切符買ってこの中にいよいよ流用施設ですよ、そういうところなんですけれど、今ここまでで見た感じは、この辺りは大体宗教的なという、宗教なのかわからないですけど、儀式の場所みたいな、そういうのが多くてね、なんていうの、ここが政治のその政府ですというよりは、なんかそういう具体的な機能があるというよりも、ここでイベントをやりましょう、大体そういう機能が多いように思われます。料金ですが800いくらだったと思いますけれど、モノレールの1日フリーパスを持っていると結構安くなるわけです。200円ほど安く、これだったらフリーパス買っといた方がいいなという感じです。綺麗な真っ赤、漆で塗られていて、まるでお茶碗のようです。お茶碗じゃないか、お椀というのか、お吸い物でも注がれそうな色をしております。下もこんな綺麗なストライプ、真正面にあるこちらが首里城の正殿というそうで、ここでもまた儀式などが執り行われるそうですが、とても綺麗ですけど、しかしよく見るとこうビニールなんかが貼っておりまして、今ですね、ちょうど漆の塗り替えの作業中、今年の4月から始まったそうです。だからちょっとなんとなくね、まだこのビニールがかかっているとという感じも、正直言ってしなくはありませんけど、ただ見てください、逆にこんなに綺麗なのがこう錦を飾っております。沖縄県で錦という言葉、別に普通に使って問題ないと思いますけど、より鮮やかになるんだなと思ったら、また次に来る時の楽しみも増えるものです。ここなんかかなり綺麗ですよね。新しい鉄道車両みたいな感じがしますよ。やっぱもともと中国とかともかなり関係の深かったところですからね、見ると少林サッカーっていう映画をね、大学の授業で、中国語の授業で見たことあるんですけど、なんかあれに近いような感じがするな。少林サッカーじゃなかったかもしれないけど、こういうところでよく剣なんかを持ってね、戦う人なんかがこれガチャガチャガチャとかやるの見たような気がしますけど、あんま日本に来てるって感じはしないですね。沖縄って本当にね、異国情緒が漂いますよ。こんだけ言うと沖縄県民に失礼かなと思って前は注意してたんですが、外国みたいな雰囲気だと言っても県民の皆さんはですね、特に何もおっしゃらず、むしろ来てくれてありがとうみたいな風にコメントをくださるので、その単純に昔異国だったその地を楽しんで、そしてまたその感想を生にお伝えできればいいのかなと思います。中はこんな風になっててね、これは入ることができないんですが、この上には入ることができる場所もあります。沖縄名物のお菓子と沖縄の三品茶を出しながら、お茶を300円で人に飲ませてくれる、そんなお茶屋さんみたいなところもあるんですね。この先にあるそうです。後ほど結構人気のようだから、少し時間を空けて訪れたいと思います。いい感じですよね。これあれだな、道後温泉に似てますよ。あれの沖縄版という感じ。しかもここね、山の上なもんですから、見てくださいよ、これ。この首里自体が高台にありますんでね、こんな感じで遠くにこう沖縄の町、那覇の町を一望、これ立派なもんじゃないですか。いい景色だ。秦の王朝からもらった金銀みたいなのありますけど、秦ってあれなんですね。明が滅びたと秦朝から秦、小室王に与えられた国王印ってありますが、周りの国に金銀を送るっていう貿易をもうすごい昔から、太古の昔からずっとやってたんですね。こうどことなく中国というか韓国というかそんな雰囲気であり、またこの石垣の雰囲気もね、熊本城的な、いやよく考えたらね、熊本城とかね、それからなんすか、もっとお城は東で言えば駿府城にもこの度で行く予定だったとか、いろんなところ行ったもんだなと思いますけど、週に2日の大学ですから、それをですねそこでちゃんと帰ればかなり長く日本中あちこち周遊するような旅行ができるんだなということも今回の旅行で学びました。今後ともこの方策はいろいろ続けていきたいところですが、うちは開けっぱなしになりますんで、もしかしたら何か言われるかもしれません。首里城の敷地の中には今でも小学校などがあり、おそらく明治時代にね、明治政府がいろいろこの中に公的な施設を作った時の名残なんじゃないかなと思います。昔のお城の後に学校があるっていうのは結構ありがちなものですけど、首里城もその例に漏れずか、さっきお伝えしたようにかつては琉球大学などもありました。そんなこんなでいろいろなんだっけな、確かに沖縄戦の時の司令部も首里城に置かれたとかで、それでここが壊滅する原因にもなったわけですが、今ではこのように立派な首里城が復活しているというわけでした。いやなかなか本当にいいものを見させてもらって、多分沖縄県一番の観光地なんじゃないかなと思いますけどね。その県を代表するような場所を訪れたのはやっぱりね、これ今後の参考にもなるだろうし、あと他にも沖縄県の興味はどんどん出てきていいところかなと思います。最初にやっぱね来て沖縄なんたるかっていうのを知るには、こういうところとか、あと町の博物館とかいろいろあると思いますけれど、やっぱちょっとずつ観光しながらその土地の知識を深めていくっていうのがいいんですかね。まだまだ私にとって沖縄県っていうのは未開の地ですけど、今後もなるべくね面白い動画を出せるように勉強しますんで、よろしくお願いします。なんか私ね、あんたの喋ってること間違ってるぞとか、お前ここまで言ってるこれ見ないのはちょっと沖縄観光としてダメだとかね、それあったらこうどんどんね辛口で教えてくれば私も勉強しますんで、ありがとうございました。